小願い寺は山梨県笛吹市にある仏教寺院。収支は自習。鎌倉時代の昭和5年、自習2世の岡山さのりを解散として創建された。会期は黒駒さぬき神。所在する笛吹市場黒駒は甲府盆地南東部に位置し、笛吹川支流の神奈川左岸に立地する。一帯は甲府盆地から、 三坂峠越えを控えた古代感動であるか維持、中世の鎌倉街道の要所にあたる。近世には上、黒駒村が成立する。他は、海の国の遊化を行い、そのルート上には、北都市須田町若見子の長泉寺、甲府市大田町の一連寺、富士吉田市上吉田の再念寺など自習寺院が分布している。 松西寺は、総本山清上皇寺に次ぐ自習の名刹である、一連寺と関係が深い。開108例状の第34番。当時創建700年を記念して、近くに養護老人ホームが設立された。東日本旅客鉄道中央本線、磯和温泉駅より、バスで約20分、道場バス停留所で、下車徒歩数分。 小願い寺山梨県笛吹市、観光施設一覧寺を超えた心のふるさと街108、霊場社会福祉法人光玉福祉会、祈のりの形、P151、祈りの形、P151、祈りの形、P151、祈りの形、P152、新指定の文化財、月間文化財237号、P12、新指定の文化財、 月刊文化財501号 P18 角川日本地名大辞典19山梨県角川書店1984年黒駒活動隊清水次郎長 P5 ありがとうございます